はい、今アレキサンドル三世橋に来ています。この橋ですね、1900年に、万博の時ですね、1900年の万博の際に作られた橋なんですけれども、向かいに見えているあの大きな建物、フランスの国旗が立っていますけれども、あちらの建物グランパレですね、大きな宮殿という意味ですが、これも1900年の万博の時に展示会場として作られたものです。でこのグランパレと、はい、こちらにあります金のドームがある建物、ハイヘインアンバリットって言いますね。あの金のドームの下にナポレオンのお墓がありますけれども、ルイ14世というね、ベルサイユ宮殿作った王様が建てさせたものですね。でこの前の広場とグランパレをつなぐために、ね、作られましたが、ロシアとフランスの友好の証に建てられたものです。はい、こちらは本当にあのパリの絶景スポットの一つですね。ちょっと今逆光にちょうどなってしまいましたけども、はい、もうエッフェル塔のシルエットがここから綺麗に見えます。この橋の上であの香水の CM ですね、それを撮るというシーンがありました。もうフルヌードでね、モデルさんが歩いているという CM を撮った橋でございます。でここから、はい、エッフェル塔が見えます。この橋の下にレストラン、カフェがあります。そちらにもね、行っていましたね。ぜひパリにいらっしゃった時にはここから、ね、絶景ショットを撮ってくださいね。はい、シャチホコのようです。で、セーヌの河岸をこうやってですね、歩くこともできます。ですね、この橋を渡ってまっすぐ行くとシャンゼリゼの大通りにぶつかって、そのままずっとまっすぐ行くと大統領官邸エリゼ宮があります。はい、であの別にエミリーには出てこないんですけれども、このグランパレですね、こちらに橋の方から入る入り口があって、ミニパレっていうレストラン、ラウンジがあるんですけれども、ここですね、こちらがテラスになっていてめちゃめちゃ素敵なのでおすすめです。夜のアレキサンドル三世橋を見ながらカクテルを飲むことができます。はい、今このレストラン、ウェフォー、グランウェフォーっていうですね、ギーマルタンシェフという、二つ星のシェフのお店の前に来ています。パレロワイヤルです。はい、このレストラン・ヴェフォーというですね、お店、エミリーがですね、あのなかなか予約が取れないんだけれども、その日のうちにディナーですね、ここであのビジネスの交渉をですね、するためにあのレストランを取ったって言ったんだけれども、日にち の, あの書き方が、逆なので、あの間違ってしまったっていうね、その日の予約は取れなかったっていうお話だったんですけれども、こちらですね、パリでも最古のレストランの一つで、1784年開業というですね、お店です。ナポレオンもここで食事をしたというところですね。はい、パレロワイヤルでめちゃめちゃ人気のカフェキツネです。キツネっていうね、ブティックの本店がすぐそばにありますけれどもね、ここに若者に大人気、ね、カフェキツネのテラスがあります。今日はあの気温がすごく高くて、秋なんですけれども20度あるんですね。だから気持ちいいので、皆さんこうやって公園で、コーヒーをテラスで飲んで
午後を過ごしています。で今ですね、公園の方に出てきましたけれども、最初の方のエピソードでエミリーがこの公園で落ち込んでいて、最初の日だったかしら、ね、そしたら中国系のミンディというね、パリ在住の、人にこう英語ができる、ね、人に知り合ってお友達になるというシーンがありますね。でそこで何回かミンディとここで会ってるんですけれども、その時に見たよね、そこね、ミンディがここでバラ色の人生ラビオンゴーズを歌い始めるんですね。でそれにこう聞き惚れたフランス人たちが最後の方拍手するっていうシーンがあるんですけど、それがこの、はい、ミンディが自分がベビーシッターをしている子どもたちが遊んだりしていた噴水がこちらです。ちょうど本当に今日は運よく、ね、お天気が良かった、気持ちいい。でこのパレロワイヤル公園、本当に憩いの場でパリジャンたちも夏場なんかね、やっぱり暑い日はこうやって木がたくさんあるので、日陰にでベンチでゆっくり過ごすことができるので、私もすごく好きな一角ですね。こちらが、はい、オルレアンのギャラリーっていうんですけれども、ここをくぐっていくと、はい、これがコメディフランセーズ、世界最古の劇団の劇場ですね。コメディフランセーズ座というね、日本の歌舞伎座みたいな感じでしょうかね。あ、はい、の、コメディフランセーズの劇場です。これも、このギャラリーと同じですね。18世紀後半に作られました。はい、こちらですね、パレロワイヤルミュージェ・ジュ・ルーヴォという、メトロの駅から出てくると、こちらのウードゥ・バロワ、バロワ通りというところがあります。ここを通っていくと、はい、こちらがパレロワイヤルのホテルですね。なかなか評判のいい高級ホテルですが、はい、ドラマご覧になられた皆さん見覚えありますか？ここですよ、ね、エミリーが働いているサヴォワの事務所がここにあります。そして、仕事仲間たちがこの向かいにあるレストランでお食事していて、自分だけ仲間外れにされていたというねシーンがありましたけど、こちらですね。ここですね、本当にルーブルからちょっと一歩入ったところにあるんですけれども、すごく静かです。こうやって曲がると、はい、ここね、ルーブルがルーブルにたどり着くんですけど、そうするともうね、観光客狙いの美味しくないお店ばっかりだし、騒音がうるさいしっていう感じなんで、一本こうやって道を入るだけでほら静かな雰囲気がしますよね。すごく落ち着いていて、私もとても好きな、広場なんです、こちら。はい、こちらが有名なバンドーム広場です。世界中のハイジュエリーの本店があるところですね。ブーショホン、バンクリーフ、シャネル、ショーメ、はい、ディオールとかね、カルティエとかの本店があります。我が日本の三木本真珠もございますけれども、まあ、なんといってもこの広場のシンボルといったら、ね、ハイジュエリーの本店とリッツホテルですね。もう伝説的な超高級ホテルパラスですけれども、有名なシャネルも、ここにまあ、お部屋を持っておりましたけれどもね。でシャネルの有名なボトルなんですけどもね、ニュメロ5、ね、香水のニュメロ5のボトルはどうやらこのバンドーム広場の形を使っているんだそうです。でこの広場でエミリーは、はい、この2階のところですね、日本
フランスでいうプレミアエタージュのスイートのお部屋からこの塔が見えていましたね。はい。でこのスイートから見える景色っていろんな映画に出てきますけれども、あの私が大好きなオードリー・ヘップバーンの昼下がりのジョージ、あの舞台にもなったところですね。はい。でこの広場はもともと今ね、この塔が建ってますけれども、これはね、ナポレオンが建てさせたんですね。ローマにありますトラヤヌス邸というね、ローマの皇帝が建てさせた塔をそっくりそのまんま真似したものですね。はい。自分がね、戦争に勝ちましたよということをですね、アウステルリッツの戦いに勝ちましたよということをこれ絵巻物語にして、はい、表しています。これ敵のね、大砲から作ったものなんですね。でももともとこの広場はルイ14世ね、ベルサイユを作ったルイ14世が自分の騎馬像を真ん中に置いて建てさせた広場です。ということでね、バルコニーがあるんですけど、バルコニーの欄干部分に太陽の顔があります。はい、ここにね、あの太陽の顔がありますね。今日もどこかで映画の撮影してますね。黒いトラックがあるんですけど、あれは映画のセットとかを入れているトラックなので、すぐわかります。毎日パリでは約10カ所で撮影が行われているそうです。妙に人がたくさんいるなと思ったら、やっぱりこう紅葉していて綺麗なので絶好の撮影スポットですね。はい、これが有名なラパージルというシャンソニエです。その向かいにブドウ畑があります。はい、ここがエミリーがお友達のミンディと一緒にお茶をしていたカフェですね。ラメゾンローズ言います。モンマルトルでも大変有名な場所なんですけれども、まあ、今新しいカフェになってますけれどもね、あのユトリロというモンマルトルを代表する画家が好んでよく描いたところです。雪景色の中に綺麗なこの、ね、ピンクの家が浮かんでいる作品なんかもありますね。はい、ここがですね、エミリーが家具屋さんのベッドを置いてインスタ撮ってねっていうね、プロモーションをしたところで、あのミンディと一緒に酔っ払って歩いていた道ですね。ルー・ド・ラ・ブロヴワーと非常に言いにくい名前なんですが、アブロヴワーって水飲み場っていう意味なんですね。で水飲み場は昔この、はい、今映している角のところにありました。馬なんかがね、ここで水を飲みに来ていたわけですね。昔ね、まだあの車通ってなかった時、ここ馬車ですからね。でこう曲がりくねった道ってパリの都心部、中心部にはあまりないんですね。あの都市改造が1853年から行われて、まっすぐで広い道があの作られていったので、ね、あの治安維持と衛生面を、まあ、改善するためということですが、もう全部そぎ取ってね、まっすぐな道を、広い道を作ったわけです。はい、皆さんこうやって写真撮ってますね。なのでこういう曲がりくねった道っていうのは、いかにもモンマルトル村っていうね、この雰囲気を残しています。この広場はラス・ダリダと言われていて、はい、このダリダというですね、あの1987年に亡くなってしまったんですけれども、エジプト生まれのイタリア人の歌手、もう大スターですね。まあ、アラン・ドロンとも、ね、付き合ってたことありましたけども、フランスではものすごい大スターです。まあ、日本でも知ってる方いらっしゃるかと思うんですけれどもね、あのアラン・ドロンと一緒にパローレパローレとかね歌った人で、あの
トランスジェンダーの人とかゲイの人たちにものすごい人気のある歌手ですけど、私も大好きです。本当にあのダリダね、ぜひググってみてください。このダリダ広場のすぐ横にある小道なんですが、はい、この小道に中にある一軒家の一つにね、ルノワールが住んでいました。はい、今日もやっぱり撮影があるみたいで、有名なあの男と女の監督のクロード・ルルーシュの映画のようです。こうやってですね、あの撮影があるときには住民の人にこうやって張り紙をして知らせないといけないんですね。今から行くあのカフェなんですけれども、ここはちょっと住所などは明かしたくはない、本当にあの隠れ家なんですね。あのモンマルトルにはたくさんの監督とか俳優とかね、業界人が、まあ、住んでますけれども、あの彼らの隠れ家なので、ここは住所ははっきりとは明かさないようにいたしますが、あのパリにいらっしゃった際には私がご案内いたしますので、今から行くこのホテルなんですけれどもね、あのお茶ができたりカクテルを飲んだりとかすることもできます。ブランチとかもねやってますけれども、そちらの方へ行ってみたいと思います。あのエミリーがあのコスメ の, あのオーナーさんっていうのかな、コスメブランドの方と一緒にここで、ランチをするところです。はい、皆さんこの石畳を見てください。パリは石畳の街ですけど、こういうですねひどい状態のところが結構今も多くって、あのピンヒールでね、例えばエミリーなんか歩いてますけど、本当にあの無理です、非現実的です。あの靴でね生活はできません。はい、ここがエミリーがお昼を食べたところです。今ちょっとね、秋になっちゃったんですけど、夏は本当に雰囲気がよくって、ボンショー、シポランプロナンティシプシブン、シュープ、メッシここはもともとあのエルメス家が買ったお家なんですね。1871年にこのお家を買って、2010年に今のオーナーが買い取ってホテルになりました。ここからエッフェル塔が見えます。